ここだよな着 <laughs> いたよ起きてうんじゃなくてほら鍵はカバンえ開けろって しょうがないな。ほら、靴脱いで。部屋入っちゃうよ。そういうことは軽々しく言っちゃダメだからね。俺なら部屋入っていいよとか。何でも何もない。ダメなものはダメなの。はい、立って。立てない あもう世話の焼ける仕方ない入るからね後で怒らないでよお邪魔しまーす <laughs> 鍵机の上に置いておくよ ほら、寝ないでまだメイクも落としてないんだから。あ、ちょっと待ってて。はい、水。ちゃんと水分取らないと脱水症状を起こしちゃうからね。気をつけて。ここが、へえ。 こういう部屋なんだ。えな、何呼んだえああ、別に迷惑だなんて思ってないから平気だよ。俺がしたかったからしただけだし、むしろ俺を頼ってくれて嬉しいくらいだ。それってつまり、君の中で俺が頼れる人認定されてるってことだしね。まあ、でも、人を背負って帰るなんて、 同期の男相手でしかしたことなかったから、女の子を背負う感覚はなかなか新鮮だったよ。<laughs> 誰にも言わないから安心しなよ。君が酔って転んだから俺がおんぶして家まで帰りました、なんてね。<laughs> 痛いって、誰にも言わないって言ってるじゃないか。叩くのはダメ。少し酔いも覚めてきたかな。 ならよかった。いや、そういえば、君の部屋って入ったの初めてだなって思って、ちょっと落ち着かなくてさ。結構綺麗にしてるんだね。君らしい部屋だし、君の匂いがして、ドキドキする。アロマの匂いああ、それもあるだろうけど、それだけじゃなくて、 ねえ君はいつも男でもこんなに簡単に部屋にあげちゃうの普通もう少しくらい警戒するでしょう,うーん俺だからね <laughs> 君はまたそういうことを言うもしかして俺って君には人畜無害そうに見えてる それとも、全く男として見られてないのかなもしそうだとしたら、君はちょっと鈍感すぎるよ。俺はこんなにも君を意識してるのに。俺だって男なんだよ。君が思っているよりずっとドロドロした感情を腹に抱えてる。冗談言ってるように見える。 本気だよ。あの好きだらけな姿を他の人に見せてたと思うと、情けないことに嫉妬しちゃうくらい、本気だ。無防備な姿を見せるのは、俺だけにしてよ。ごめんって君、今なんで謝ってるか分かってないだろ。俺は怒ってないし、謝ってほしいわけでもない。 まだほんの少しでいいから、俺のことを意識してほしいんだ。俺は君のことを妹みたいな幼馴染みじゃなくて、一人の女性として見てる。ずっと思ってる人がいるって言っただろう。あれは君のことだよ。昔からずっと、君だけなんだ。 嘘じゃない。あの頃の俺は、君がお兄ちゃんって慕ってくれるのが嬉しくて。でもその嬉しさが君に恋してるからだって気づいた時、君の信頼を裏切るわけにはいかないって、全部思いを押し込めた。その時はそれでいいと思ってたけど、時間が経てば経つほど、 君への恋心は忘れるどころか、俺の中でどんどん大きくなっていって、君に何も伝えられなかったことを、本当に後悔したよ。だから変わろうと思ったんだ。言えないで後悔するのが一番辛いって分かったからね。そんな中、君にまた出会えた。運命のいたずらかと思った。 でもそんなことはない。だってこんな、地元から遠く離れたところで君に再会できて、きっと神様がチャンスを与えてくれたんだって、本当にそう思ったんだ。何年経っても、君が好きだ。ずっと君だけを見てた。 君じゃなきゃダメなんだ。俺の心は、ずっと君でいっぱいなんだよ。だから、君の思いを聞かせてほしい。君が俺のことをお兄ちゃんとしか見れないって言うなら、俺は、すぐには無理だろうけど、ちゃんと諦める。 君の前ではいい兄貴分でいるよ。でも君が嫌じゃないなら、君が少しでも俺と同じように思ってくれているのなら、俺の、恋人になってください。の、本当にえ、なんとなく、断れない雰囲気だから、 とかじゃなくて、本当に。本当に俺の恋人になってくれるのどうしよう。すごく嬉しいあ。そうは見えないかもしれないけど、今、嬉しさのあまり踊り出しちゃいそうなくらい、浮かれてる。だって、もう何年君のことを思っていたか。 ずっと君にこうしたかった。本当に、ずっとだ。もっと早く素直になれていたら。いや、あの日偶然再会したから、俺は君にこうやって思いを伝えられたんだと思う。運命に後押しされなきゃ、多分できなかった。君はロマンチストって笑うかもしれないけど、 本当にそうなんだよ。好きだよ。今までも、これからも、ずっと君のことだけを愛している。どれだけ口にしたって足りないくらい。だから、今まで触れられなかった分、君に触れさせて。君のいろんな顔を、 いろんな声を、俺だけに教えて。今まで伝えられなかった俺の思いを全部、君だけに教えてあげる。<noise>